さあ今週も始まりましたういちのドリームスロットでございます。今回は葛飾区ですね、都内に来ております。D ステーション新小岩店さんにお邪魔しての後半戦となっております。ゲストは琵琶湖さんを間違えてお招きしてしまいましたね。間違えたって何ですか？この番組はだいたい僕がどうにかしたい子を呼んでどうにかしようみたいな企画なんです。どうにかしたくないんですね。まあ、どうにかできたことが一度もないんですけども、今回に関しては特にないかなっていう。そんなバッサリいくことなくないですか？いくら39だからって。いやでもね、でもですよ、ひどくないですか？まあ、違います。じゃあどうにかしたいっていう話をするとしますよ。はい、例えば前回、はい、沢美織ちゃん来て、でもし僕が勝ったら15分だけ目つむって我慢してくれと、はい、いろいろお願いしましたけども、それをやって沖さんに見つかったらどうなります？よかったですね、沖さんっていう看板がいて。いやそうじゃない、いなくても ね、そんな言わないってことでしょ。いやいや逆に考えてください。なんでしょう、沖さんのツバまみれの人とどうにかなってなって楽しいですか？じゃあ奥さん置いといたとしてもやっぱり、うわちょっとすっごい気持ち悪くなってきたんでやめますもうなんか、まあ、いやこの番組はですね、はい、僕を、はい、定まで上回れば、はい、トータル収支が2人ともマイナスであっても、はい、ダーツの権利が発生します。してます。で僕よりも500枚以上上回るとさらにダーツが増えます。2本3本4本あります。で、まあ当たりをダーツで仕留めることができれば見事5万円の商品券獲得というふうになってます。持って帰って人います？何人もいます。嘘、すごい当たるんだ。3人ぐらいいるかな今。素晴らしい。その度に俺怒られますから。あーこっちに。そう、あの制作品の中にそれが入っちゃってたもんなんで僕が負けるとこうあの下の方で今映ってないと思うんです。ガッじゃあ私がその前回ルパン三世制覇ってじゃあニヤニヤです、ね、いやもうだから止まりませんよ、ニヤニヤが。僕も脇汗がこう一回引きましたからねよしと。よかったです。ダメですダメです、私も投げたい。そうでまあね1万円ぐらいその投資金額が今開いてる状況、27,000円。そうです。でリングに移動、はい、僕は16,000円で北斗の友を続行中という状況で、はい、なんかその2万7000円分を逆転するためにって考えてたようだったので、はい、一応言いましたね。ありがとうございました。僕を上回ればいいだけです。じゃあ501枚出せばいい今の時点ならですね。ですよね、うん、はい、だ僕が途中でこう盛り返したらそれを逆転する何かを考えなきゃいけないわけですけど、そういう勝負なので、わかりました。相手を見ながら頑張っていただきたいなと。了解です。思っております、はい、大丈夫です。大丈夫です。怒ってます？怒ってない。怒ってしょんぼりしてますけど、はいそれなんでですか？いやもう女としてダメなんだ。だから僕がこう女性として見て発言をしたら、はい、沖さんに見つかったら怒られるでしょ。見つかる術がないじゃないですか、そもそも。回り回ってね、もう行くんですよ。沖さんいいんですか、なんかウィスさんあんなこと言ってましたけどみたいに言われて、それが次の面白いテレビとかでこう来るわけですよ。そうかそうか。こうやって怖い怖い。嫌でしょ。はい、怒られるのも嫌なんで。先輩に僕も怒られたくないんですよ。あ、先輩なんですね。先輩ですよ。おお、失礼しました。編集部に入った僕今丸20年ですけど、はい、22年ぐらい。あ、ちょっと先輩なんですね。いらっしゃいますよ、沖さんは。へえ。知らなかったんですか？あ、全然知らなかったです、すいません。先輩なんでね。ですから気を使ってこういう感じでやらせていただいております。まとめていただきました。大丈夫ですか？はい、はい、それでは後半戦早速スタートでーす。さあというわけで後半戦でございますけれども、オープニングで言った通りですね、琵琶湖さんはどうもちょっと勘違いをされてましたね。たとえ2人ともマイナスであっても僕を上回ってればもうその時点でね、ダーツの権利が発生するということなので、そこを考えながら
立ち回るのかどうなのか。学空しなかった学空しなかった。姉さんさ、パチスロ打つなら夕方からですねって言ってたけど、あの先週ね、最近は夕方から行って何を触るんですか？最近ですか？最近はパチスロじゃなくてパチンコばっかり。それこそリングとか、あとね、世紀末がまだ近所に置いてあるんですよ。世紀末何ですか？北斗。ああ、転生？え？転生の前。もう、あ、初代か。初代。初代っていうんですか？あれ。あの中押しするやつね。そうですよ。今の今打ってらっしゃるんですよ。似たやつ。へえ。あとバジリスクの BC スルー感みたいな。はあ。バジリスクはもう本当すごい打ちますね。一応勝てる感じのところも狙ってくんだ。一応ね。いやいや、パチスロほら遊びだっつったじゃん。あとにかく好きな台だけずっと負けても別にそれでいいみたいな。あ、で勝って、そんなんだってお金持ちじゃないもん。やった、境地引いた。まだいる。高校入っていいかな。危ない、こうした。あ、チャンス目だ、よかった。リングは何、相性がいいとかそういうのがあんの？いや、バーゾロよ、一回も行けてないんで。はあ。いつか弾けるだろうみたいな。ああ、いつか弾けるだろうぐらい打ってるってことね。はい。で、私がずっとその店の、うん、うちの近所の店の貞子をずっと打ってたんですよ。うん。そしたら、あの赤井先生の漫画あるじゃないですか。はいはい。奥さんやってたやつ。うん。それがうちの近所でやったんですよ、実践を。で、貞子を私がいつも毎日打ってる台をたまたま座ったみたいで。奥さんが。そう、それでそこで引いちゃったんですよ。ムカつくと思って、私のバーゾロイを。はい。それでちょっと慣れて、しばらくリングからは離れちゃったんですよね。順番的にそこだったんだね。そう、順番よりによって。悔しかったな。でも、私の台って分かるってことはな、バラエティに1台とかそんな感じだった。角です、角。あ、それはもうやられましたね。よし、暴行ゾーン入った。未だにこれ大失敗だと思ってませんからね。本当にこんな感じだったんだから。お、初の強水か。もっと言えばですね、その時、その先週の話の続きですけど、こんな感じで1560までハマって、ようやく当たって、そこから200はまらずに4500枚ぐらい出たんですが、その1560はまる間、
とにかく子役も落ちなかったんですよ。でもうこれは最悪だなと思ってたのにそういうことが起こったんで、これでもそういうことがあると思っております。リング打ってるとパチスロ打ってる感じがすげーする、生きてる感じがするよね。パチスロはまずバーを狙わなきゃいけない遊戯なんだ、そんな気がするんだ。おばさんの絶叫が、あ、こっちじゃねえよ。止まれ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 、あーもうごめんなさい、中段チェリーだったんで、バーチャンスでした、失礼しました。あ、バーチャンスだったのね。はい、中段チェリーだったんでバーチャンスだったんです。え、なに、ババーチャンス。バーあ、バーですね。はい、あ、はい、すごい絶叫が届いたからさ、すいません、回れ回れ野球じゃねえんだからあ、野球見に行く時もそんな感じでやってんの。あ、そうっすね。あ、家とかでもそうです。それね、その巨人が満塁のピンチとかになると耳さえで、あ、そうです、下向くんだ。はい、なってる。よーし、2回目のボコン。さっき左手でダメだったから右手だな。あー、リング楽しい。はい、頑張りましょう。チャンス目か。よし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 。追加カウンター25で32です。これはいいだろう。おほほ。来た来た。ついに始まりましたよ。あ、はい。ありがとうございます。かわいらしい。またチャンス目。お客様のお呼び出しをいたします。173番台でお客様いらっしゃいましたら、ありがとうございます。あ、今日は居酒屋で観戦します。嘘だ。いや、待ってたって。ほんと固まるよね。今1,2,3,4個来ました。5,6,7いけばっていうのもあるけどね。あ、
チャンス目。しかも大オーラ。すごいわ。完璧、もうついに5個目がつきました。これはもう当たりますわ。ほら、当たりました。さあ、総投手が24本です。1124ゲーム。まあでも後半のあのビビるぐらいの追加と強チャンス面のラッシュはすごかったです。笑った笑ったって感じだわ。こっちだった俺黒がこっちにあるんだと思ってみんな こうやってなぞっちゃった。はい、白オーラです。覚えてるな、俺初めて当たった時にあれで黒いのがこう揃って、ああこういう台なのかって勝手に勘違いしたっていうね。それ以来黒揃いはもう一回しただけしかないですよね。まあ、大して連チャンもしなかったけど。頑張れ。ほい、あー、よし、大丈夫だな、大丈夫だよな。シュッ、よーし、いいだろう。2セット目。ああ、視聴生、あ、視聴生じゃねえや、北斗姿勢がありました。 OK OK、 大丈夫ね、大丈夫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 。はい、スタンダップ OK。はい、3セット目。チャンス目じゃん。あなかなかいいね。頑張ってる頑張ってる。よーい、頑張れ頑張れ頑張れ。
大丈夫大丈夫。立ち上がる。4セット400枚ちょっと。まあでもなんかそこそこやっぱ続くんだよね。運がいいのか。ああゲーム数だな。もう当たってくれ。630、40ぐらいか。ここのゾーンがかかったのかな。てっ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 て。てっ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 て。フルルはやめて。フルルは嫌だ。よし、もう一丁。もう一丁。よし、富士山。逃げて。あー呪いのビデオじゃダメだ。もう黄色も変わんない。よしチャサでかい。やっと当たった。ダブルでダブルでダブルで。チャンスも引いていこう。来た。チャンスも引いてお願い。あースイカか。スイカじゃ入んねえんだよ。ビッグですよ。さあ来い。継続。いややめました。信頼は怖い。混ざってますよ。継続。ああ逃げちって。痛い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 。いると天国の期待が高いっていう。まああんまいても天国行かないですけどね。よし、ドスーン。赤だよね。もしいたら当たりますからね。まあいなくたって4分の1で当たるんだもんな。これだけジャギに戻ってくるんだから上にいると信じたいよね。ほらほらほら、これはいいだろう。よしよしおかしいだろ、一回でいいんだ当たるやつは。まあでもこれで相当目かもしれないからね。なぜ？すごいよな。
あ、もういるじゃん。あれ、いねえのか。ああ、当たりましたね。第2、第3が消灯したんで。やべ、さっきゲーム数覚えてねえな。間に合ったのか間に合ってないのかよくわかんねえ。まあ当たったのでよし。はい、あーか、青オーラ。おいもこぼす。せっ、よしよし。せっ、あー、はてな。おいちょ、そ、隠せ、隠せ。チャンスアップ出てんだよな。でかい、助かった、間に合った。やっぱ貞子いたからだ。ダブルでドン。あー、実戦終了。下手くそやった。まあ残念でした。結果の方は僕が、はい、投資が24,000円の回収が446枚かな。やった。あんま覚えてないんですけど、はい、もう勝ったなっていうことで、はい、一応言ってください。55本投資の636枚です。私の方が頑張りました。頑張った頑張った。はい、ルパンさえ打たなければ。まあそういうことですよね。知らない台に手を出してみたいな。そうそう、だからクジラッキー行かなくてよかったです。あー、え、どうしました。髪の毛がついてる。あー、悔しいみたいな、そういう現れなの。だってここの横にあるからやりたかったんですよ。これね、やりたかったでしょ。黄色が当たりですか。そうです。あ、そうですか。結構な確率で当たりそうじゃない。はい。で、練習もしてきたんでしょ。はい。自信ある。あります。ある。はい。まあ、やりませんけどね。いや、さあ、別にいいじゃないですか。あのね、あ、何回かやってみた子はいるんですよ。その、はい、もし投げれてたらどうだったろうねみたいな。はいはいはい。まあやりませんけどね。というわけで今回のゲストはピアコさんでした。ありがとうございました。また来週です。さよなら。